いたぞ。わーい。あー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナゾー、ゴー。私おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあ、これオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、美味しい。うほうほ、モンキーがね、こんなに美味しいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピーク。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミ、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。え、なんだ？おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミピックのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大っ嫌い。シッシッ。大げさだな、マミピックは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって。じっとして、マミピック。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ速く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。頭をなでながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら
思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私、ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。皆さんご注目、こちらがマジシャンアメージングミステリオだ。わかった、ダジ。皆さんご注目、マジックダジです。イエーイ。まずはこのマジックから。アブラカダーブラ。うわ、テリーだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私は一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ジャジー全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。リビングではダディピッグが新聞を、マミーピッグが本を読んでいます。一体何をしてるんだ？助けて、助けて。ゴー。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ？ゴー。ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの。その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミはペッパーを手伝って。
お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ。よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね。次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。お。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか。ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。 ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな。お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あ、ダディはびしょ濡れになりました。ダディって、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。ランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。嫌だ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな。トマトもレタスもキュウリもいらない。ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね。ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ。驚いた。
ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トマトあった。えらいぞペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。ピーゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティ。ジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティ。ペッパー、次に買うものは何。ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる。ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ。よしいいぞ、あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え書いてあったかな。違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか。ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも起きないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ。行くわよペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日、グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ、来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った。おお、見てごらん。おお、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は。グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな。やだ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、泥んこの水たまりがある。ダディも泥んこの水たまりが大好きです。ダメ
リー。あはは、危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ、今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああそうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから大終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ 1-2-3 で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。 1-2-3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ、素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあ、どうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？すると、ダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。
たでピッチお仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピッグ。そうね、そうだった。どうもマミーピッグ。こんにちは。こっちはダディピッグよ、ジョージ。あら、こんにちはダディピッグ。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。よし、ジョージならすぐに捕まるね、ちっちゃいもん。そんなのずるい、ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか？いい、助けててくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない、違うことしようよ。いいよ、大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる、私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた、スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた、スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった、私が一番好きな遊び大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます、プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ、プティジュテ。優雅に美しく。プティジュテよ、優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、にゃお、ねえ、まあ、ねえ、ねえ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き、みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。
マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。マミーピッグが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリームはいかが？ミスラビットのアイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？暑い時期、ミスラビットはアイスクリームを売っています。ダミーダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピッグとペッパにジョージ。どうも、ミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さて、ジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら。ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソー、ガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとう、ミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中、ダディピックは眠ってしまいました。ダディピックは暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。すぐ抜けるから。うわ、もうダディ、本当に首を壊しちゃったじゃない。うん、マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー。マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よ、ペッパ。それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。
それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみ、マミ。おやすみ、ダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん、遅いね。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ペッパはふざけているつもりですが、これはやりすぎ。ペッパ、ジョージに意地悪しないの。違うよ、ボール遊びを教えてあげてたの。本当に？それならゲームをしながら教えてあげるといいわ。ピギーインザミドルをしましょう。ペッパ、あなたはボールを持ってそっちに立って。ジョージ、あなたはそこにいてね。いい？じゃあ二人でボールを投げ合って、マミーがピギーになってそれを取ろうとするから。マミーはピギーインザミドル。行くよジョージ。ああ、取れなかった。ジョージがボールをキャッチ。すごい。その調子よ。じゃあボールを投げ返して。はい、もう一度。ああ、もう一度。ジョージはペッパにボールを渡すことができません。ほらジョージ、ボールをちょうだい。あら。ジョージったら。私もするやろっと。ペッパもジョージの真似をしますが、体が引っかかってしまいました。ボールはいただき。ペッパ、今度はあなたがピギーよ。ジョージ、行くわよ。すごい。取った。ジョージ、あなたがピギーよ。ジョージ、行くよ。ボールを取るのよ。なくてもちゃんと乗れるかい？わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。
ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。テディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパー、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパーは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことよりペッパが怪我しなくてよかったよ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオーダイナソー、それ最高だね。ダイナソーガオー。ダイナソーガオー。あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ、その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオーダイナソー。最高だね。それじゃあこのジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。ペッパとジョージはチョコレートケーキが大好き。でも今日は早くオウムのポリーと遊びたいようです。ごちそうさま。まあ二人とも賑やかね。グランマ、向こうへ行ってもいい？オウムのポリーと遊びたいの。もうチョコレートケーキはごちそうさまでいいのね。じゃあいいわよ。やったジョージ、ポリーに何か言ってみて。ジョージは恥ずかしがっているようです。ハロー、ハロペッパとジョージはオウムのポリーと遊ぶのが楽しくて仕方ありません。私ペッパピッグ。私ペッパピッグ。ジョージ、なんか言ってみてよ。今度はペッパとジョージがオウムの真似をしています。わあ、私やっぱり
ームのポリーに何て言おうか考えています。私はうるさいオウムです。私はうるさいオウムです。はい、どちら様。ジョージ。はい、どちら様。マミーピッグよ、私も入れてもらえるかしら。うん、それじゃあ秘密の合言葉を言って入れたら入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれ、おかしな合言葉だな。マミ、ツリーハウスに入る前にトロンコの中口を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ、仕方ない。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよ、ダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな、ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのお家には来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾り付けます。うわ楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、ママピッグ。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミマミ、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う？さあ何かしら。早く開けてみて。まあなんて素敵なワンピース。うわ、とっても綺麗だよ、マミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピッグはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわーい。ほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ、急いで。うん、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ？簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。
もっと強く揺らさないとダメね。おう。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよ、マミン。確かにちょっと面白いわね。ジョージの帽子は？マミンの頭の上。はい、どうぞジョージ。今度はしっかり押さえて。風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私風に引っかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます。強い風がジョージの体も支えています。ねえ、ダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて。とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えています。いや、ほんと、これは楽しい。マミーピンクも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょ。この風は急には止まないよ。風が急に止みました。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよ。私看護師さんやる。なら私お医者さんね。じゃあ病気の人は誰がやるの？ジョージペッパとスージーはお医者さんごっこが大好き。ねえ、ジョージも大好きです。ペッパがジョージの胸の音を聞きます。それじゃあジョージ、大きく息を吸ってから咳をしてみて。心臓の音が変ですね。絆創膏を貼っておきましょう。ねえ。はい、お口開けて。スージーがジョージの熱を測ります。あら大変、すごいお熱ですよ。ベッドで寝てなきゃダメです、3年間。ダディピックがジョージを探しに来ました。おやおや、ジョージはどうしたんだ？大丈夫よ、ダディ遊んでいるだけ。ジョージが患者さんなの。ああ、そういうことか。お見舞いしてもいいですか？ちょっとだけですよ、疲れるといけないから。クッキーだ。これはジョージのよ。このお薬で良くなるはず。あの、すみません先生、実はダディもお腹が痛いんです。くすぐったいよ。お腹がぐるぐるいってる。ダディはお腹が空いているみたい。じゃあダディもクッキーを食べればよくなるはずだ。私もねえ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやダディ、ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただのドロンコだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。
あら、ダディったら、泥だらけになっちゃった。ただの泥んこだよ。わあ、もうどうしてこうなっちゃうの。私、アイススケートなんてやりたくない。いいんだよ、ペッパー。アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと。ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパにスケートを教えてやって。スケートは簡単よ、ペッパ。ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して、押して、滑る。ね。押して、押して、滑る。押して、押して、滑る。なんだ、簡単ね。もう一人でできるよ、マミー。押して、押して、滑る。押して、押して、滑る。うまいぞ、ペッパ。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよ、ペッパ。他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よ、マミ。私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの。大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ、危ない。うわマミーに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる？やだ。やろうよジョージ、楽しいよ、教えてあげる。えへん、いい？はじめはね。わーい。ジョージ、戻って。滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい。地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ見て、瓶を見つけたよ。すごいぞペッパー。どれどれ、なんだって。おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。うん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ、矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見てジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわねペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見てペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。
だろ？ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかったら大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。まいったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。ああ、そうだね。また、ドロンコの水たまりだ。ペッパたちはドロンコの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピーク。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピーク、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もうドロンコの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。